ラグージー・ボーンスレイは、インドのマラーター同盟、ボーンスレイ家の当主。ラグージー・ボーンスレイは、マラーター王家であるボーンスレイ家の一族として生まれた。その幼少期や青年期についてはあまりよくわかっていない。ただ、ラグージー・ボーンスレイの曽祖,祖父は、マラーター王シバージーに従い共に戦っていたことが、知られ、祖父のパラソージー・ボーンスレイは、シャーフ王の即位に尽力した。 1730年、ラグージーは、シャーフーに敵対した王子、カンホージーを破って捕らえた後、サーターラーへの牢獄へと入れている。この功績により、シャーフー王より、セーナーサーヒブの称号を与えられ、ベラール、ゴンドワナ、ベンガルなどのチャウタ徴州権も与えられた。ラグージーボーンスレイ1738年あるいは1739年、ゴンドワナ地方、 デオガル王国の王ラージャチャーンドスルターンが死亡したため、王位をめぐり息子らの間で争いが起こった。王の未亡人はこの内乱に際し、マラーター王国最小の代理として、ボーンスレイケの一員ラグージーに救援を求めた。その後、同年にラグージーはデオガル王国へ向かい、その殺生となった。以降のデオガル王は9月となった。1743年、 デオガル王国で内乱が起こると、ラグジーは最後の王を廃し、ナーグプルの支配を握るに至った。また、他のゴンド王国の目指し、1742年に、ガルハ王国、1751年には、チャンドラプル王国も征服し、彼の知性に、ボーンスレーケの領土は、ゴンドアの全域を越えて、中央インドに一体に広がっていた。 ラグージー・ボーンス・レイゾー1739年、タンジャーブール・マラーター王国が、カルナータカ地方政権に攻められた際、その君主シャーフージー2世は、マラーター王国の首都、サーターラーへと援軍の派遣を要請した。1740年、ラグージーは、マラーター王国からの要請により、4月には、カルナータカ地方政権の領土に攻め入り、5月に、その首都、アルコット近郊で、 大主ドースト・アリー・ファーンを殺害した。ドースト・アリー・ファーンの死後、ラグジーはアルコットを占領したが、息子のサフダル・アリー・ファーンと娘向子のチャンダー・サー・ヒブが大衆をめぐり、争いを起こした。彼はこの内乱において、サフダル・アリー・ファーンに味方し、11月に彼を即位させた。その後、タンジャーブール・マラーター王、プラタ・プシングの要請により、 1741年にチャンダー・サーヒブの逃げ込んだティルチラー・パッリを包囲し、チャンダー・サーヒブをマラウター本国へと送還した。1741年3月、オリッサ大使ルスタム・ジャングが、ベンガル大使アリーバル・ディ・ハーンに敗れ、オリッサを奪われた。その後、ルスタム・ジャングは、ラグジーに援助を求めた。これにより、ボーンスレーケは、毎年のように、 ベンガル大使の支配していたベンガル、リハール、オリッサを襲撃し、滅ばない程度にこの地方の豊かな物資を奪い続けた。同年12月、王国最小、バーラージー・バージー・ラーオは、ベンガルに触手を伸ばす形で、同地方に向けて遠征を行った。だが、ラグージー・ボーンスレーは、ベンガルを事故の行動範囲とみなしていたので、両者の間に争いが起こった。 バーラージー・バージー・ラーオは、バーラーナ・シーガ・ヤーなどヒンドゥーの聖地を訪れ、聖地巡礼も兼ねて遠征を行った。結局、この争いは、マラーター王、シャーフーによって、サーターラーで調停が行われ、1743年8月31日に、ベンガルはラグージー・ボーンスレーの活動範囲とされた。1751年5月、ラグージーが、ベンガル大使が、 講和条約を結んだ時、ボーンスレー家は、ベンガル地方とオリッサ地方のチャウタ支払いを獲得した。その後すぐ、条約を無視して、オリッサを併合し、この地方は、ボーンスレー家の領土となった。このように、ラグジーの知性に、ボーンスレー家は広大な半島を漁マラウタ同盟を構成する有力諸侯の一つとなっていた。 1755年2月14日、ラグー・ジーは死亡し、息子のジャーノージー,ボーオンスレーが後を継いだ。ありがとうございます。